牛祭りのまたら神、またら神は、天台宗、特に原式妙団における本尊で、阿弥陀京及び念仏の守護神ともされる、常雪三昧堂の、後ろ戸の神として知られる。経乱重要宗、第三十九、常雪堂、またら神のことでは、天台宗の縁人が、中国で五大山の引き越え念仏を送電し、帰国する際に、 戦中で虚空からマタラ神の声が聞こえて監督、比叡山に、常行堂道を混流して誕生し、常行三昧を刺繍して、阿弥陀信仰を始めたと記されている。しかしマタラ神の祭祀は、平安時代末から鎌倉時代における、天台の恵美眉美二流によるもので、特に旦那流の原始奇妙談の成立時と同時期と考えられる。この神は、テーライタ。 四角沢野に同時と共に三尊からなり、これは、ドン、神知の三毒と煩悩の象徴とされ、主張の煩悩味がそのまま、本学、保心の病態であることを示しているという。江戸時代までは、天台宗における感情の際に祀られていた、民間信仰においては、大黒天などと集合し、福徳神とされることもある。さらに抱きにてを制御するものとして、病気治療、 延命の祈祷としての、能のべ6月法に関連付けられることもあった。また一説には、弘高寺野牛祭りの祭神は、原神創造が念仏の守護神としてこの神を、勘定して祀ったとされ、当時の矢者神も、このマタラ神であるとも言われる。服部幸男は、祝神である、畑川勝の実態は、マタラ神であるという論を展開し、マタラ神と、畑川勝は同一しできるとした。 エンチンが唐から帰国の時選手に出現したおじが、自らを、白木明神と称し、仏法に本に衰弱すべしと命じた話から、白木明神との関係が語られる場合もあるが、詳しい関係性は不明である。一般的にこの神の継承は、主神は頭に、陶製の月をかぶり、服は、和風の仮着姿、左手に包み、右手でこれを打つ姿として描かれる。 また左右の手へ泣いた、四角沢の二道寺は、頭に、風折り絵星、右手に笹、左手に苗画を持って舞う姿をしている。また、中村の両脇にも、竹と苗画があり、頂上には、雲があり、その中に北斗七星が描かれる。これをマタラ神の曼荼羅という、なお、大黒天と集合し大黒天を本尊とすることも、ある。この神の祭礼としては、京都渦政。 広高寺の牛祭り、岩手県平井泉、もう辻の延年、茨城県、雨引き、観音のまだらき震災が知られる。牛祭渦政の牛祭りは、計の三大奇祭の一つに挙げられる。明治以前は、旧暦9月12日の夜半、広高寺の境内社であった大酒神社の祭りとして、取り行われていた。明治に入りしばらく中断していたが、広高寺の祭りとして復興してからは、 新歴10月12日に行われるようになった。仮面をつけた、マラガミが牛に乗り、四天皇と呼ばれる赤鬼、青鬼が松明を持って、それに従って、刺繍を巡行し、薬師堂前で祭文を独特の調子で読んで参拝者がこれに悪口増減を浴びせる。祭文を読み終わると、マラガミと四天皇は堂内に駆け込む。おっとれもれば、生を、健康の気に受け、徳を、 恩量の間に保ち、心を千にして仏に使え、心をいたして神を、高志妃、天尊地妃の礼を知り、是非特質の都がお弁振る、これ、変えに、神明の高音なり、数によっつて、丹尾の平白を捧げて、高志見てもってまら神に捧ぐのボス、兄神の恩をこうむらざるべけにや、弦によって四番大衆等、一心の根節を、中出て重傷の儀式を学び、 万人の一教を、模様数をもって自ら神明の崩落に、備え、諸州の簡単をなすをもって、安に神の老樹を知らんとなり、叱る間にひいらぎ土頭に機関をいただき、銀平足に、旧花高を唐揚げつけ、寒牛ににぐらを置き、痩せ馬に鈴をつけて馳せるもあり、踊るもあり、跳ねるもあり、一重に百鬼夜行に異ならず、女瀬等の振る舞いをもって、マラミを、掲載したてまつること、 一へに天下安穏、時系安泰のためなり、よって、長く遠く筆費しりぞくべきものなり、先は三面の僧帽の中に忍び入れて、物取る線結び止め、切っスワイフは、いや、不動ども、木々のなりものならんとて、明かり障子打ち破る。骨なき奉仕頭も危うくぞさとしゆる。とは、あだばら、富病、巣は吹き、超僧、ヨーセフ、幸風。ここには、尻僧、虫かさ、 海笠、アフミソウ、冬にむかへるダイヤかがり、波に、ヒヒカヒ病、花たり、怒り、新字口ちさはり、電子病、鹿のみならず、カネルホッケ道の川ずるみ、残幻なコード、イサカヒ号の仲間口、ヒンク海の入りたけり、無能女の隣なりやりき、または、同等のヒワダ喰らいぬく大鳥子鳥目、成長破るオネズミ、コネズミ目、他のうがつ、土俵。 こののごときやつばらにおては、長く遠く根の国底の国まで払い知りぞくべきものなり、軽迫近所を再拝み、大酒神社社殿によれば、平安時代、比叡山の恵心僧図が、極楽浄土の阿弥陀如来を拝する願いを持っていたところ、広高寺江堂の御本尊を拝めばよいと夢のお告げがあり、恵心は大いに喜んで三尊像を手掘りして、念仏会を治めむた。 そして常雪念仏堂を混流し、念仏守護の神、マラ神を勘定して祈祷したのが始まりとされている。かつては毎年10月12日に行われていたが、現在は牛の調達が困難のため不定期開催となっており、特に近年ではしばらく実施されておらず今後も再開の見通しも立っていない。もう辻、炎明寺、林王寺、神武寺、国城島たら天神社、 小菅神社、東寺、丹山神社、常行三昧堂、清水寺、学園寺まだら神社上記の他に、まだ釣りが北関東一帯に多く祀られているが、まだら紙と同一神であるかそうでないかは未だ不明。ありがとうございます。